人材育成団体、今回の舞台は方便フラ人類関係事件。お願いします。お願いします。FM ギノアンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は5時を回りました。ギノアン四季なギノアンヒルズ通りの高台にスタジオがある FM ギノアンよりサザンブリーズお届けします。お相手は私、東克明と、火曜日アシスタント OBP 沖縄美少女プロジェクトのギノザマリンです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。1ヶ月ぶりの登場ということで、はい、そうですね。だからこの火曜日はね、はい、OBP のメンバーが週替わりに登場してくれるんですけど、はい、だからね、だいたい月に1回ぐらいですねの登場で、はい、ね、なんかなんていうかな、月1ってどうですか、慣れない、あんまり。やっぱ慣れないですね。 なんていうんだろう、この1回放送に出て、うんうん、よし感覚つかんだと思って、もう1ヶ月後じゃないですか、うん、なんか忘れちゃってるわけではないんですけど、うんうん、そうだね。おなんか思うようにいかないぞみたいなっていうのはあります。まあそう、なかなか月一じゃね。そうですね、まあ、難しいところはあるもんな。といっても、まあ毎週やってるかのこさん、月曜日のアシスタントかのことか、木曜日のせいやくんはいまだにつかめてないけど全然つかめてないけど、あ、そうね、俺もこれ今日聞きたかったんですよ。シュプリームさん、コメントありがとうございます。アズマックス、マリンちゃん、マリンちゃん、OBP どうでしたかってね、シュプリームさん京都に住んでたからOBP 大阪ビジネスパーク知ってますってことなんだけど、ね、はい、ツイッターに上げてましたね。そうなんですよ、先週だ、先週関西に一人旅に行ってきまして、関西に行くからどうせなら、うん、大阪ビジネスパークに行こうじゃないかと思って去年ですよ、ちょうど去年のサテライト沖縄で、そう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 、武田さんにオーディションで OBP って大阪ビジネスパークかって突っ込まれて、うん、でそれ でもその時から、あ、大阪に行った時には絶対そこに行こうって決めてて。なるほどね。そうなんですよ、ようやく行けましたまあどうだった、どうだったって言っても別に何もないからな。あんなビルばっかりなんですね。そうだ、本当にビジネスパークだから、まあ、いろんな企業のか、ね、ビルがいっぱいあるっていう。パークっていうか、てっきりなんか広大な、なんか広場みたいなのを想像してたら、結構ビルばっかり。そうそうそう、ただのビジネス街本当に。本当なんか中の飲食店にも入ったんですけど、うん、スーツばっかりの人で、なんか、あ、ごめんなさいみたいな。そう、ね、肩身がちょっと狭かった。あの辺りはそうあ、そうなの、大阪一人旅。はい、行ってきました。いいですね。どんなとこ行ってきたんですか。あとはですね、もう基本食巡りが多くて。へえ。そうなんですよ、食巡りとお寺巡り行ってきて。好きって言ってたもんね、お寺とかも。そうなんですよ、4月にも行った、お寺巡りをしに大阪行ったんですけど、うんうんうん、今回は京都のお寺を巡ってきて。お、あれは行ってきた、車崎神社。いや、行ってないです。あ、あれ行ってない。え、車崎神社ですか。知ってる聞いたことあるけど、芸能の神様、芸能一番と言われている。行ってないんです。そう、そこはいろんな芸能人の方がたくさん行ってて、なんか立て札みたいなのが、いた有名な名前の人がもうバーっていっぱいこうお金なんか払ってから、なんかそこに立てたらすごい成功するみたいな。よし、次半年後に行きます。行ってください車崎神社。じゃあそんなね、月1回のまた登場してもらったマリンと共に、はい、今日はまたお送りしていきたいなと思います。はい。今週皆さんからいただきたい投資のメッセージテーマが、今年の反省と来年の目標ということで、はい、まあ反省はね、反省したいことはいっぱいありますよ、僕も。そうですね
でもそんなね、そんなことをもう振り返ってもしょうがないと、はい、まあ、その反省は反省で必要だけども、うんうん、まあ、来年頑張ってみんなで達成しようじゃないかということで、皆さんいろんな目標があれば教えてください、はい、メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリッスンラジオで再生をクリック、スマートフォンからは無料アプリリスラジでお聞きください。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産や株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りします。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 まで。はい、さあ、それでは今日もですね、この後5時56分までお送りしますので、はい、皆様最後までお楽しみくださいませ。お願いします。じゃあ1曲目いきます。冬の歌、ポルノグラフィティでサボテン。久々にポルノグラフィティ聞いた、うん、ありがとうございます。ケンジさん、こんにちは。そう、月一は難しいけど毎日でも東さん難しいですよ。本当に毎日も難しいって。すみません。最後のすみませんが。よくそう、よくよく言うね。そう、逆に言うともう毎日ケンジさん聞いてるのがすごいわ。そうですよ、でも毎回毎日コメントもらってる。いやー、ありがたい。しかも CM 入れてください、洗濯終わったとかだったんです。すごい。CM は入れないけど曲は入れる。安いコンピラグ、シュプリームさん、安いコンピラグ、コンピラグ、うん、まあ、すごい感じ。まあ、縁切り神社だから別にいいかも。誰とも縁切りたくない。今のあの企業あスポンサー CM のところ、はい、ちょっともうちょっとゆっくり読もうか。もうちょっとあそこだけ、うん、はい、分かりました。あそこを区切りで、なんで、まあ、後半最後の部分とかも、はい、うん、まあ、そうね、時間調整はするので、ゆっくり、ゆっくり、分かりました。
ハードル。サダンブリーズ火曜日お送りしております。さあ今週皆さんからいただきたい、メッセージテーマが今年の反省、そして来年の目標を教えてくださいということで、はい、またたくさん今日も、いただいておりますね。ツイキャスからのコメント、まず機長さん、はい、こんにちは。こんにちは本当に機長さんはねもう毎週月カート会ってるから、ありがたいっすよ。すごいありがたい、もう準レギュラーですよ週一のアシスタントより合ってるんだから俺は。そっか準レギュラー本当に素晴らしい、ありがとうございます、そして、ケンジさん、もうこんにちは、埼玉からツイキャスで見てます、ありがとうございます。はい、でね、さっきのマリンのね、月一は難しいですよねって、はい、で毎日でも東さん難しいですよねってすいませんって、いや難しいよ毎日でもね、そんなん言っても言ってる、でもケンジさんが毎日見てるからね、うん、本当それがすごい、すごい本当に毎日見て毎日コメントいただいてますんで、で、シュプリームさんが、ちなみに沖縄で琉大は、で琉球大学だけども、はいはい、関西では京都の琉国大学が琉大ね。なるほどね、あ場所によってね略称がね違いますもんね、琉国、そうね、琉大ね、うん、大阪はあなんていうかな、大阪大学があるのよ、はい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 、で大阪大学のことをみんな阪大っていうの、ほう、阪大、阪大、阪大って、ああの大阪の阪、大阪の阪で阪大っていうんだけど、あとまた大阪産業大学っていうのもあるわけさ、ほう、同じく、はんはん、で大阪産業大学の方も略して阪大って言ってる、いや阪大、阪大って言って、あ大阪大学なんだって思わせといて、いや実は大阪産業大学だと、めちゃくちゃややこしくないですねでも産業大学の方がまあどっちかというとこのまあまあ下の方の、ああそうなんですねそう、そういうなんかいろんな名前が入り組んでたりとかするから、で、シュプリームさんが、あさっき の、 マリンのね神社巡りのやつで、うん、京都の安いコンピラ宮もぜひ行ってほしいなと、コンピラ宮、ちなみに縁切り神社と縁を切ってこいと、いやもう精神的に参ったらちょっと行きますもう耐えらんねえこんな人生ってなったら、じゃあ、まあ、今回は京都、はい、京都もどこのらあたり行ったって言ったっけ、京都も京都市内をずっとぐるぐるしてて、うん、お寺は清水寺と銀閣寺をメインに行ってきて、おおベタだね、そうなんですよ、修学旅行で行ったんですけど、うん、どっちとも、うん、だけど修学旅行ってめちゃくちゃ時間が限られてるじゃないですか。確かに早いよね。だしこの中学校のこの同じグループの行動の子たちって、うん、やっぱ中学生ってどうしてもお寺とか興味ないじゃないですか。そうね、普通はな大体ねだから清水寺とか本当に10分で帰った記憶があるんですよ、うん、ああそうなんだ。そうなので、あその時からも行きたいの、もっと見たいのにって思ってたわけね。はい、おえー、なのでもう一人で、一人だったらもういくら、そりゃもうそうですよ、行っても誰にも何とも言われないから、自由自由そうなんですね。じゃあそういうところだったら、まあ、京都も行ったし、あとはどういったところ行ったことがあるの？あとはお寺ですか？お寺、まあ、過去でも過去に、過去だと奈良とか伏見稲荷神社とか、京都だったら、京都はね、はい、で今回も行きたかったんですけど、うん、もう紅葉の時期終わっちゃってるかなと思って、いや終わってるな、そう、もう年末だと終わってるね、次秋に行こうと思って、じゃあ例えば三重の伊勢神宮とかは行ってみたいんですよ。三重県行ったことない、まだないです。なんかもう俺も1回だけ行ったね、行っ
ったね。またそれが住んでたのが大阪だったんだけど、大阪で事務所の仲間みんなで行くってなったんだけど、はい、事務所の仲間でバイクを持ってるね仲間がいるから、うん、原付バイクで大阪から伊勢神宮まで行こうぜっつって。原付ですか？原付で、伊勢神宮まで行ってきたよ。どれぐらいかかるんですか？えっとね6時間ぐらいかかったかな。うわー、片道片道6時間でしょ。冬の寒い冬に伊勢神宮までぐーって行って、でもいやよかった。昼過ぎぐらいに着いたんだけど、いやよかった。いやいや、あそこはやっぱりね、町一帯がね、でも伊勢神宮って、うん、なんか本宮となんだっけ、別なんかもう一個離宮か、うん、あるんだけど、まあ俺は本宮の方行って、うん、メインのところ行って、いやすごい。あ、ちょうどだから話題になってた、なんだ、本宮をこうなんか社をこう入れ替える時期、なんかありますよね、に行ったわけよ。それだから行こうっていうので。あ、じゃあ見られたんですか？見た。入れ替わったすぐのやつかな、なんか見て。一体でしたよ、あの辺りは。なんかもう、今伊勢神宮に行ったってことよりも、原付で6時間っていうのがもう衝撃的すぎて。それは全然行けるよ、全然行く、行った。本当、新幹線、電車とかで、うん、2時間ぐらいかかるじゃないですか。あ、かかるね。だからもう諦めたんですけど、まさか原付で。だってその後に熊野古道も行ったもん、和歌山の。その別の日にね。あ、別の日に同じく原付メンバーで、うわー、熊野古道までこう行って、そのままパワースポット巡りみたいな感じで。めっちゃ楽しんでましたね。楽しかったよ。やっぱ地続きだからね、こういうので行けるし、原付で行って。あ、でもそれ羨ましいなと思います、沖縄で住んでたら。そう、もう県境とかないじゃないですか。全然違う。いいですよね。あ、シュプリームさんもね、4月に伊勢神宮行ったと。ね、京都にいる時は毎年伊勢鳥羽旅行行ってました、久しぶりに行き心が洗われましたねって。いいですよね、行ったことある伊勢神宮。あら、じゃあ、あそこはそういう神社で言うと、出雲大社とか。もう行ったことはないです。あ、出雲大社はもうなんか結婚してから行きたいなって。あ、そう、結婚してからなんだ。してから行きたいなって思う。あそこもでも縁結び。そう、縁結びじゃないですか、うん、だけどもう縁を結んだ後に行きたいなって、個人的に。ね、さらに強固なものにするためにしたいな。そうそう、いやいいやね。でもそれ、なんでそれいろいろ神社とか行くようになったの？いや、なんでですかね。なんか特別神社が好きとか、うん、なんかそういうあれじゃないんですけど、うん、このなんか無意識に惹かれるんですよ、日本のものに。へえ。この例えばだから、例えば、うん、このちりめんの、うん、この小物系だったりとか、うん、あ、かわいいって思ったら、なんかあ、ちりめん系をでなんかモチーフにした小物とか、そういうのが多くて、多分もう生粋の日本人なんだと思います。おすごいな。じゃあそういうやっぱ日本的なものが好き。じゃあでも、いや、そうか。じゃあまあ逆にでも内地の方がね、やっぱそういうところいっぱいあるし。そうなんですよね。ね、沖縄でもまあ行ったりするわけ、いろいろ。沖縄はやっぱ何ですかね、やっぱ京都の人が清水とか行かないみたいな感じで、うん、沖縄に住んでるから首里城とかも行ったことないんですよ。あ、ないんです。あ、そうなん、はい、いや、外から見たことあるんですけど、中に入ったことなくて、うん、ああ、いや、ほら、このやっぱ宜野湾でいうとさ、はい、普天間宮があるわけじゃないですか。はい、普天間宮も行ったことないんです。あら、なんて言うんですか、初詣自体に行く家庭じゃなくて、うん、家じゃなくて。ああ、なるほど。そう、行きたいんですけどね。初詣は行ったらいいじゃない。行きたいんです、行きたい、うん、だから今年からは自分で、うん、今年っていうか車持って自分で。そう、ね、そう、動けるようになったので、うんうんうん、行きたいなと。ただね、駐車場は大変じゃないですか。大変本当。去年は行ったんだよ、確か普天間宮に初詣って。2日か3日ぐらいに行ったんかな、うん、で今夜行こうと思って、夜行ってもいっぱいだったよ。夜でもですか？夜いっぱいだった。夜10時ぐらいに行ったけどいっぱいだった。しかも2日とか3日のですよね。そうそうそう、へえ、いっぱいだった。
な。もうなんか1月の15日ぐらいに行こうかな。まあまあまあ、まあ、気持ちの問題もこっちのね気持ちの問題もあるから。まあもう自由にそこはしてもらったらいい。じゃあまたツイキャスでまたね、うん、たくさんいただいてますね。あ、出雲大社は10月におすすめですよって。10月そうね、あ、そう言われてますね。全国的にね神様がみんな出雲大社に集まるから神奈月のね10月がおすすめですよと。そう、出雲大社だけなって神なんかあるになるんですよね。神奈月じゃなくて。あ、そうなんだ、はい、なん、あ、そうかそう、ないっていう感じがあるっていう、うん、有限の有になるって聞いたことあります。はあ、すごいな。でその中ケンジさんからのコメントで、ね、リクエスト曲ですかな、はい、昨日はリクエストに答えてくれてありがとうございますとリクエスト、昨日のリクエスト曲の、はい、サンタよりトナカイああ俺のオリジナル曲ね、うんのカップリングは金曜日も俺にやらせろだと思いますと。今日はこちらお願いしますと。これねあるんですよ。あるんですか？この曲がねあるんですよ。金曜も俺にやらせろっていう曲がね、うん、あ、そうそうそう、よくご存知ですね、ケンジさん。これは期待ですね。ええ、じゃあちょっとね、じゃあリクエストに答えて おかけしましょう。東克明、金曜も俺にやらせろ。月火水木やってるよ、月火水木やってるよ、毎週月から木曜日だけど金曜はやってない、なぜだなぜだ月から木だけじゃなくて金曜もやりたい、だけどだけどなかなか中語は厳しいぜ集合は厳しいからこれで我慢しようするよババン。いや最高です。いやね、あ、どうもリクエストありがとうございました、月曜日は俺、金曜日は俺にやらせろでした。いやいやいや、いや最高ですね。機長さんがめちゃくちゃ手拍子をしてくれました。手拍子してくれました。 ありがとうございますいや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 、なかなかね、そうなんですよね。月今金曜日やりたいけども、まあ週4で勘弁してくださいというお話ですよ。いつかね、いつかね、うん、できればいいなっていう希望も持ちながらの曲でございますので、みすずさんにいやいやいや、ね、ああまた汗かいた昨日も汗かいたけど、そうですよね、ありがとうございます。野中の銀のホタルさん、うん、名護から5日考えようはきついよねって本当に、うん、本当それはちょっと厳しいのね、うん、引っ越したら考えます、はい、そうでしょ、ケンジさんブルース調でかっこいいでしょそうブルースもいけるんですよ僕はああよし、さあ今日のテーマいこう、はい、よしよし、切り替え切り替えテーマのもので、メールを、いただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。進撃のめいちゃんさんね、マリンズさんが1ヶ月周期だから仕方ない大変ですよねってことで、生放送お疲れ様ですありがとうございます。東さん、マリンシャン、マリンさんシャンって動揺が俺の口の動揺がすごいすごい、落ち着いてください。今那覇のど真ん中新都心にいるめいちゃんでございます。年末が始まっていつもの火曜日とは違う雰囲気ですよ。そして今日で火曜サザン今年最後、はい、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。来年の目標は決めたんだけどもまだ反省がありましたと。ほう、今年は出
費を出しすぎたと。なるほど。来年はダイエットも兼ねて使いすぎないようにしましょうと。なるほど。どちらも節制をするということですね。そうですね。抑えるということで。では楽しく聞かせていただきます。東さん、明日まで頑張ってねってありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、僕もね、そうだね。俺もかな。俺も両方かな。出費とダイエット。あ、私も出費やばかったっすね。そらね、そんだけ一人旅してたら出費あるでしょうよ。一人旅って意外とお金使わないんですよ。あ、まあまあね。はい。自分だけだもんね、本当に。はい、うん。みんなと言ったらね、みんなが誰かがこれ行こうって言ったら、あ、じゃあ行くかなしかないしね、はい、これ食べようって言われたら、あ、じゃあそれで、そうそう食べるみたいな、なるもんな。一人旅はいいっすよ、いや、いいと思うよ、一人旅大好き大好きもじゃあ、そんな進撃のメイちゃんさんからのリクエスト曲を、おかけします。はい、ハードウェルで Thinking About YouCM 前で、CM 前で、あ、消す、ね、ちょっとワンハーフぐらい消す、あ、関西月だ、そうだそうだ、関西月、クリスマスパンとしてが先週のメンキーシャーさんシャさん、シャさん、私はわかるぞ、私はわかるぞ、シャさん、シャさん、バレてるぞ、あどこにでも現れるんですよね、このシャさんが。クリスマスマテジーが、あー、すいません、どうなんかの銀のホタルさん、すいません、1日1曲なんですよ。片道1時間10分、それ1日1曲なんですよね。答えできるのが1日1曲、また明日明日、はい、リクエストしてもらったんです。2017年の締めが片道1時間10分まさにそれぐらい。でも1時間10分で着きますか？高速、まあ、全然高速だったら全然1時間高速か。まあ俺、ね、基本できるだけ下道で、そうですね、うん、それも1時間半ぐらい、いや、消してない、まあ、もう30分だった。え、でもコンティニューコインめっちゃ来てたの、もらってたよね、うん、え、これどうすればいいんですか、カメラとマイクやったら、あ、復活した、 OK、 復活、あれかな、道路交通情報開いたからかな、うん、ない、こっち開いたからですかね、もしかして、あ、そうか、追加で、追加、これか、あの、右、近い近い、あ、これ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 、それ、うん、それが追加ページ、あ、OK です、ありがとうございます、多分そうか、だから、
配信されて聞いたよ。ライブをするの。え、なに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 、これなに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 、なになになに、オフラインになってる。なんで。ちょっと待って、もう始まるな。サザンブリーズお送りしております。さあ、今年の反省と来年の目標ということなんですけども、はい、マリンはどうですか、今年の反省とか。今年はですね、うん、ま、反省っていうよりはあの、ま、達成したことなんですけど、あの2017年はですね、うん、チュラコンというあの沖縄のブライダル情報誌があるんですけど、はい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 、そちらの表紙を飾ることができまして。出てたね。そうなんですよ。これがあの OBP に入る前からの目標だったので、2年越しぐらいの目標達成でして。いやー、そういや出てたね。本当にもうコンビニ行くたびに会ってたもん。そうなんですよ。3ヶ月間コンビニに滞在するって。そう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 。本当にいや、そだからしかもね、その前のあの号が。あの同じ事務所の、そうなんですよ、あの、ね、アシュリーハナっていう子で、はい、そうそう連続でね上がってて、はい、飾りました、あれじゃあやっぱでもいろんなところで置いてあったから、はい、いろんな人から言われたんじゃないですか。あ、そうですね、友達からはすぐ連絡来ました。おお、でもなんかこの連絡の来方が、うん、あのモデル業頑張ってるねじゃなくて、はいはい、マリン結婚したのって連絡が来る。ちょっと待ってちょっと待ってってそれ出てるからね。いや、は本当の花嫁を雑誌の表紙に使わないとか思って。そうなんですよ、いやでもあれはすごいよ、あれもいいよね、中もね何ページか、そうなんです、写真載ってたりとかして、本当にすごいすごい。2017年はねえ、でシュプリームさん表紙飾るってすごいね、アズマックス悪さして新聞飾らないようにね。飾りませんよ、新聞飾るぐらいの悪さって相当な悪さですからね。そうですよね、はい。あ、コックさん、はい、コックとあるホテル料理人さん、初めて FM ギノワさん来たよって。そうなんです、ありがとうございます。今お越しいただいてるんですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またまた来てくださいね。はい、で来年の目標は、来年の目標はですね、2017年にチュラコンの表紙を飾れたんですけど、もともとブライダル系のお仕事をたくさんしたくて、例えばブライダルのファッションショーだったりとか、CM だったり広告だったりをもっともっといっぱい挑戦できたらいいなって思うのと、あとは東京にもっともっと行けたらいいなと思っております。でも今年でも結構行ってたんじゃない。今年は数えたら飛行機に 12、3 回乗ってました。おだいぶ行ってるね。月1ぐらいのペースで。あーすごいな、それでも、はい、そうなんですよ、もっともっと行けるようにしたいなと思います。いいですね、頑張ります。おビッグになってもこのサザンブリーズのことは忘れないでね。はい、もうもちろんです。サザンブリーズもサテライトも来年も、ね。そうね、すごいな、いいね、まあ、その中のねちょっとでもお手伝いできればなと思いますので、またまた来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあそんなマリンからのリクエスト曲いきたいなと思います。じゃあ曲紹介お願いします。はい、バックナンバーでクリスマスソング。聞いたことあるわ、このイントロで切なくなるやつ。
そのチラシだけ俺もらっていい？それイベント情報のやつだ。イベントは最後に、時間あったか。これは東さんが読みます。イベント情報だから。はい、OK です。で、ヒノワニュースはその2つ。はい、それかな。わかりました。1番で、はい、切ります。FM ギノワンは毎日面白い番組を24時間放送中。このコーナーでは FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントなどをご紹介します。毎週火曜日10時から放送の坊主カフェからお知らせです。普天間神宮寺に除夜の鐘をつきに来てください。回数制限はありませんので108回を超えても大丈夫です。大晦日お待ちしております。そして次のお知らせです。毎週水曜朝10時から放送中のカララジ SOS ネット、そして毎週火曜昼2時から放送中のチムガナサシマクトゥバニュースよりお知らせです。あさって12月28日木曜日午後5時開演、そして午後7時開演の2回公演、出演は沖縄ハンズオンユースクラブ。この団体は地域の子ども会、ジュニアリーダー、沖縄市北谷町や北谷町文化協会シマクトゥバ青年部として活動している小学生から大学生からなる人材育成団体。今回の舞台は方言札、人類漢字圏、ジャナウェイ方に発想を得て創作。学校の歴史では習えない大切なウチナウヤファージの心に触れることのできる物語です。この創作史実劇の公演、いよいよ今週木曜に迫ってまいりました。稽古も大詰めに入っています。子どもたちの熱演をぜひ体験してほしいです。琉球の歩んだ奇跡と魂を語るこの舞台、沖縄の人にはぜひ見てほしいです。平和って何でしょう。現代の無縁社会、このままでいいのでしょうか。考えさせられます。そして泣きます。そしてなんとチケットをリスナープレゼントいただきました。ご希望の方は沖縄ハンズオン NPO に直接お電話ください。お電話番号は 098-936-6868 098-936-6868 です。以上 FM ギノワンニュースでした。はい、2つご紹介いただいて、最初のいいね、あのジュエの鐘鳴らせるの、はい、いやすごいですね。鳴らしたいんじゃないの、はい、鳴らしたみたいです。そんな好きだったら、はい、しかも回数関係ないんですね。そうだよいいんですね、鳴らし放題。もう行きたいあ、ぜひ皆さんも、まあ、神宮寺もですね、はい、お越しください。そしてまたお芝居の方もぜひぜひ皆さん、足を運びくださいませ。増えてる今ユースとすごいマリアップになってる画面に近づけば近づく、今すげえアップだった
事故はない。王者の混んでないんだ。サザンブリーズ火曜日お送りしております。皆さんからいただきたいメッセージは今年の反省、来年の目標を教えてください。お願いします。はい、先ほどの、FM ギノワンニュースのやつでですねコメントをいただいてますね、はい、ケンジさん、108超えても打たせてくれるのいいなって本当ね、いいんだね逆に。そうですよね。なんかあんまりあれじゃないんですね、マストじゃないんですね。マストじゃない、マストじゃないみたいですね。で、ね、そういうシュプリームさんは既成仏教が根付かない沖縄に除夜の鐘つけるお寺があるって驚きですねって。そうね、確かに。で、野中の銀の蛍さん、あ、先ほどのお芝居の劇場かな、はい、が伝えてなかったのかな、どうだろう。そうですね、那覇市の天仏館でやります、はい、ということですので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあそしてもう一つ、メールをいただいてます。ほ、ありがとうございます。はい、こちらラジオネーム、あ、ケンジさんか、ケンジさんからのケンジさんからメールメールでもらったの。すごいすごい、初めてたかもしれない。はい、マリーさん、東さん、こんにちは。こんにちは。今年やり残したことと、今年娘がテレビ埼玉街美女アルバムに出演しました。東さんに見てもらいたくてメールしましたって、テレタマ町美術アルバムで検索してください。ナンバー49ですって。テレタマ町美女アルバム、今これあれかな、写真添付してくれてるのかな、これかな。めっちゃ気になる。わ、お綺麗な感じで。26歳です。 OBP に入れそうですかねって。大歓迎。え、待って、あの今ですね、今なんだろう、すごいいい振りの仕方ね。あの OBP がですね、なんと第2期生を募集しておりまして、はい、そうなんですよ。はい、でですね、この2期生が、まあ、年齢がですね、うん、6歳から20歳までの女の子に足したらいけんだけどな、なってるんですけど、そうなってるんですけど、まあ特例が出るかもしれないので、あ、なるほど、興味のある方は、もし沖縄にそれで興味あるんだら、はい、ぜひぜひ。で、なんとそのね、ぜひね、皆さんいろんな、はい、たくさんね、募集して、はい、応募してくださいと。で、そんなケンジさんが余談で、来月沖縄に行きます、ぜひ遊んでください、よろしくお願いします、楽しく聞かせてもらってます、失礼します。来てください。すごい、まあ、間違いなく月曜日から木曜日は FM 技能は来てくれたらいるので、じゃちょっとその時マリも乱入します。基本いいね。それはみんなだって月曜日から木曜日みんなケンジさん会いたいもんね。いや気になりますよ、来てくれる、こんだけ毎日聞いてくれるんだから、はい、ありがとうございます。もう毎日、またこれじゃまた見させていただきます、はい、じゃあ、さあそしてじゃあそろそろ次のコーナー行きましょうか。はい、次のコーナーはこちら、一分半パカパンパカプロジェクト。はい、このコーナーはですね、今巷で流行っているものや私マリンが個人的に、気になっているもしくはハマっているものを1分半で東さんに猛烈アピールしようではないかというコーナーでございます。はい、さあ、はい、今回は、先週はあれかな、その今の言った、はい、OBP の2期生の募集とか、OBP についてとかと、そ、ね、あ、それを優子がやってくれて、はい、先々週か、そうですね、でね、やってくれましたけども、さあ今週は一体何のプレゼンを
してくれるでしょうか。はい、それでは準備はよろしいですか。よろしいです。はい、じゃあ1分半バカプンバカプロジェクトスタート。はい、今日マリンが、猛烈アピールするのはギアという舞台のなんですけど、このギアっていうのがあの京都で京都で開催行われている舞台なんですけど、このちょうど一人旅に行った時に見に行って、でこのギアっていうのがセリフが一切ないノンバーバルパフォーマンスなんですよ。はい、でこのギアが2014年だったかなぐらいからもうずっとほぼ毎日ぐらい公演してて、でも15万人動員している舞台で、でこの舞台があの京都の京都市の中京区にあるんですけど、見た目はめちゃくちゃ古びた感じの建物なんですよ。だけど中に入ったら、なんて言うんだろう、中に入ってもちょっと古びてるかなっていう、あの埃っぽさが残ってる感じの建物なんですけど、うん、この舞台が始まった瞬間にもう照明の演出がものすごくすごいんですよ。もう3秒で虜になってしまうぐらいすごくて、で登場人物が5人出てくるんですね。で男の人4人と、あと女の人1人で、この女の人がドールっていう役名で、このドールを物語の核として動いていくんですけど、で男の人残り4人がパントマイムで、マジック、ジャグリング、ブレイクダンスっていうそれぞれ特技を持っていて短い終了短いそう、世界レベル の, あの技術を見れるんですよ。はい、それを見に行ってたんだ。え、はい、そんな毎日やってるの？もうほぼ毎日週5はやってますね。え、知らんかった、そんなん京都でやってるっていうの。そうなんですよ、私も知らなくて、あのほら結構有名人が出てる舞台を見に行こうと思ってたんですよ、最初。このもう全国で活動して、はいはいはい、だけど調べてたらこういう面白そうな舞台があったので、それをちょっとシフトチェンジして見に行こうと思って見に行ったら、もう次もうハマっちゃって、ハマっちゃって。へー、そうなんですよ。今までは京都でしかやってなかったんですけど、うんうん、先週の22日から千葉県でもあのギアイーストとして上映される。へえ、いろんなところでやってるんだ、はい、そうなんですよ、めちゃくちゃ。あ、それまたが珍しい、はい、なので大阪帰った時はぜひ。はい、あ、わかりました。え、まあ、舞台のつながりで言うと、僕が所属してたサタライト大阪3月に公演があります。お3月の中旬頃に公演がありますので、僕は出演しませんけどもするかなと思ったけど、なかなかしていないんですけども、またそれもぜひぜひ、はい、かぶせて宣伝してみましたまた近づいたらお知らせしますということでございますはい、ありがとうございました。以上1分半バカ分バカプロジェクトでし た,、はい、でした。じゃあ続いて、お天気交通情報いきましょう。はい、まずはさあ行きましょうか、はい、まずはこの時間は、宜野湾周辺の天気、そして道路交通情報をお伝えします。まずお天気、はい、行きましょう。どうぞ。今日夕方のお天気は晴れのち曇りです。そして明日のお天気予報は曇り時々晴れでしょう。26日夜遅くから27日昼前まで波が高い見込みとなっております。高波に注意してください。はい、はい、以上沖縄本島中部のお天気でした、はい、続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道、ね、沖縄自動車道は、特に事故もなくスムーズに進んでおります、うん、はい、続いて一般道、はい、宜野湾市58号線ですね、はい、が、北谷町から伊佐で、この北谷と伊佐が、うん、上下線とも渋滞しているようです。はい、でそしてまたまた58号線ですね、はいはい、大じゃなが、こちらも上下線とも混雑しております、うん、で今ですね地図を見たら、はい、全部真っ赤になっておりますのでまあ基本的にどこもね混んでいるようなの で、ね、年末年始でね皆さん焦る気持ちも分かるんですけれども、はい、安全第一に気をつけて運転をしてください。はい、以上道路交通情報でした。素晴らしい、スムーズだ。あー怖いありがとうございました。ギリギリセーフかな
さあ、サザンブリーズお送りしておりましたけども、はい、今またコメントいただいてますね。ありがとうございます。で、シュプリームさんからいただいてますので、あ、中京区ね、呼び方京都のさっきの中京区なんで、ずっと中京区って呼んでた。中京区ですね。へ、ね、あ、で、シュプリームさんがその中京区に住んでたんだ。うわ京都のど真ん中に住んでましたよって。すごいね、京都も演劇や音楽が活発ですよねって、そうあるんですよ。京都はね、なんかね、いろいろあって、もちろん演劇も音楽もだし、なんか京都の、独特なの雰囲気の中の、そういう雰囲気を持ったこうカフェがあって、その中での、ラジオ局があったりするのよ。そうそうそう、カフェラジオみたいなのがあって、そこもなんかおしゃれな感じでいいですよ。じゃあね、でそれで、さっきのね、道路交通情報で、ケンジさんが、マリさん、ちなみに交通情報順調の時は平和ですが、宜野湾流ですよってこれすごいのが、せいやがまず最初言い出してたの平和です、平和ですって。それを知らないで、かのこが平和ですって言い出していや、私も思ったんですよ、思ったんですけど、私はあの二人には流されないかのこ知ってたかと思ったら、いや私知らなかったですってでもこれ、ココナも多分そのうち言うと思います平和ですってありそう、ありそう、平和です。あそこ3人同じ村の人だから、はい、村は一緒だから、ね、一緒です、うん、人種も一緒だと思います。いや面白いです。さあ、というわけでございまして、さあ今年最後の、まあ、サザンブリーズ火曜日でしたけども、まあ今年1年やってね、うん、まあだからでも言ってもマリンは何回？2回？ 3回ですね。あ、3回は出たんか、はい、3回です。11月に2回出て、あ、そうか、はい、OBP の中では一番出てる。そうですね、みんな2回ずつで私は、はい、3回、1人3回よっしゃって。いいね。じゃあまた来年もね、そうですね、同じ感じで、はい、どんどん出てもらって、よろしくお願いします。やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんに、なんか年内最後のご挨拶何かあれば。そうですね、お餅の食べ過ぎには注意してくださいまさかを食べるだって、まあ、食べてるもんな、ね、いつも。そうなんですよね、いつもいっぱい食べてるもん。お正月はツイッター見ててもずっと食ばっかりだもん。そうなんですよね、もぐもぐしてるもんね。9割が試してるなんでね、年末年始でもなんかさっき聞いたらちょっと忙しいみたいで。そうなんですよ、イベント目白押しですか。はい、じゃあご紹介いただければ。はい、今年最後のライブがですね、12月31日の日曜日、大晦日にありまして、はい、でこれが琉球アイドル年越しパーティーという題名で、一部と二部に分かれていまして、 OBP は15時30分開場、16時開演の第1部の部に出演します、はい、で持ち時間が1時間あって、盛りだくさんのライブとなっております。でですね、まあスペシャルな出来事も起こる予感がしてますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。1時間は最長ですか。最長です、今までの最長。はい、もう本当に去年とか今年の最初とか OBP 結成された時は持ち時間10分とかで、うんうん、めちゃくちゃ喜んでたので、うん、いやもう1時間で成長したなと思って。1時間ほぼワンマンだもんね。そうですよね。さあ、じゃあでも来年のそれこそまあ目標の位置じゃないけど、うん、OBP ワンマンとかやらないんですか。うわー、できるやりたいですよ、ね、2時間ぐらいやって、ちょっと頑張ります。それぞれね、なんかまあ、はい、ソロでなんか歌うあいのもあったらいいし、はい、2時間。いやちょっと目標にして頑張ります。ねえ、そんなもできたらいいですよね。はい、うん、あ、いや、で、年明けはなんかもう決まってたりとかは。年明けはですね、ライブは1月14日、まあ、ちょっと開くんですけど、はいはい、の日曜日にですね、八重瀬町で、産業祭りがありまして、はい、それにアイドル枠で出演しますので、そちらも近づいたら詳細はお知らせします。はい、はい、いいですね。そうだから、俺の一つの目標は自分の地元の名護でどうにかね OBP とかをね呼べるようなイベントができたらなというのもあります目標の一つとしてね。飛んでいきます、関わってるので
はい、さあというわけでございまして、そろそろお別れの時間でございます、はい、皆さんこの後もぜひぜひ FM ギノワンでお聞きくださいませ。はい、はい、明日はですねまた青森上空ひーちゃん登場ですのでよろしくお願いします。それではここまでお相手、私東克明と OBP 沖縄美少女プロジェクトのマリンでした。さよなら、バイバーイ。キャスもなんかコメントがめちゃくちゃ来てくれてます。そうですね、ます。おでん屋の親父役やりたいです。あ、出た。まあ、皆さんたくさんありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。良いお年を。道路交通情報3分で変わるな。いや、そりゃ変わるよね。だんだん変わっていく。怖い。ちょっと女の子っぽくしちゃう。